桜ぼっちが本当に大好きで、ずっと小4号らへんで小4号ずっと聴いてて、本当に大好きでムカピ軽音楽部。ムカピ軽音楽部とは、高校の軽音楽部とソニーミュージックのアーティスト、作曲家がタッグを組み、部活動を彩る曲をガチで制作、最終的に今年のナンバーワンバンドを決定する企画です。今回の学校は練馬高等学校。はい、おはようございます。おはようございます。今日はコアラモードさんというバンドさん、ミッドさんいらっしゃって、一緒に曲を作ることになりました。ムカピというバンドね。ですので、まだオリジナル曲1曲しか作ったことないんですけど、はい、協力いただいて作っていただこうかなと思いますので、はい、ご紹介したいと思います。はい、じゃあコアラモードの皆さん、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はじめまして。よろしくお願いします。コアラモードのギターボーカルを担当しています、アンニュです。よろしくお願いします。お願いします。でコアラモードのキーボード、ギター、ベース担当、まあいろいろやってるんですけど、小畑康弘と言います。おばちゃんです。おばちゃん好きに呼んでいただいて、おばちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。ギターボーカルをやってる大竹優奈です。七色シンフォニーすごい好きで、一時期めっちゃ聴いてました。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。デビュー曲です。ベースの岡田玲奈です。はい、さくらぼっちっていう曲を TikTok で聴いてて、小学校ぐらいの時に。小学校小学校か、そうか。でもコアラモードっていうバンドを知らなくて、あ、ね、曲がね、うん、今日めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。こちらこそ。ドラムやってるところカノンです。同じくあの桜ぼっちが本当に大好きで、ずっと小4号らへんで小4号ずっと聴いてて、本当に大好きで、本当に今日嬉しいです。お願いします。嬉しいです。嬉しい。知っててくださってましたね。僕らのことをね、はい、もう一人今日いないんですけど、リードギターの、はい、ミオジを知らずに泣いてる須藤ゆなっていう子がいて、はい、その子もすごい、ね、めっちゃいいって言ってます。よかったです。よかった。ちょっと体調ね、急に悪くなっちゃったんで、はい、すごいいるといいな、ね、うん、2人は初心者、はい、で楽器始めたんで、まだ4ヶ月ぐらい4ヶ月ですけど、わー、すごいですね。じゃあ、せっかく、はい、はい、演奏してもらいましょう。そうですね、これから一緒に曲を作っていくということなので、ちょっと今日3人、本当は4人だけど3人、ちょっと緊張しちゃうかもしれないんですけど、生演奏を聴かせていただいてもいいでしょうか。はい、よろしく。頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ノリシーラバーズです。今回のこのオリジナル曲は君の面影という題名で、出て彼氏が同棲してたんですけど、ちょっと出て行っちゃって、最初は強がってるんですけど、だんだんちょっと、あ、やっぱり好きだなっていうのを書いた曲です。うん、オリジナル。はい、オリジナルです。聴いてください。君がいなくなってしまっても、私の世界
とうございました。すごい、素晴らしい。かっこいい。かっこいい。ありがとうございます。バッチリじゃないですか。誰が始めて4ヶ月って言ってた、さっき4ヶ月。嘘だずっとボーカル見てましたね。いや、なんか安心するんです。なんかメンバー見るとそれがすごくいいなって。合わせようって、そこでそう信頼関係が見えてていいなと思ったし、もう余裕ですね。うまいてか、もう全員リズム感がバッチリだな。バッチリ、うん、本当に本当に歌うまい。素晴らしいですね。ちなみにこれ誰が作った曲なんですか？一応大元骨組みは私が作って、肉付けを他のメンバーでやったみんなで合わせながら。あ、そうです、バンドらしい曲の作り方だね。セッションしながらみたいなね。素晴らしい。どんなのができるかな。まあでもすごい楽しみになりました、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さっきは演奏を聴いていただきありがとうございました。いや、素晴らしかったです。どうでした。いや、本当に素晴らしく、なんか堂々とされてて。そうだね、一番びっくりしたのは、肝座ってるよね、3人とも。3人とも座ってましたね、うん、堂々としてたし、だけど声はすごく柔らかいけど、なんかサビとかの行くぞ、舐めるなよみたいなのが、そう声に出てるのが、伝えてやろうみたいな、うん、意気込みっていうか、マインドがね、すごい。それ、うん、すっごい大事だと思います。一番大事かもしれない。ありがとうございます。なんか立場、こう持ってる姿がかっこよかったしベース、なんかそう堂々としてる。あそこにくるっとか回るかなと思って見てたけど、あれがよかった。そのうち見れれば良かったこともないから、鵜呑みにしなくていいから。いや、とにかくすごいクオリティが高くて、こんなにうまいバンドいなかったいなかった、うん、思うので。ドラムもね、こう安定したビートを放ちつつ、こうバンド全体の感情を高めてくれてるような。なんかドラムって見つけるの大変なんだよね。大変、人口少ないからね、一番ね、一番か分かんないけど、いや、上手な人はなかなかいないですよ、軽音楽部で。私もなんか軽音楽部100人ぐらいいて、で部長をやってたんですけど、いや、なんかそのドラムの少なさっていうのはすごい悩ましかったし、特に今日の演奏を見てたら、かなりメッセージ性大事かもしれないな、このグループって思いました。なんか印象に残るメロディーをずっとこう繰り返して楽しいなっていう曲もあるじゃないですか、うんうん、そういう曲よりかやっぱりこう届けるっていうのが大事なのかな。せっかくね、その方が歌に感情が乗るし、そうなんか声に説得力があるタイプだと思うから、うん、ぜひなんか聴いた人を貫くようなメッセージがね、うんうん、かけたら、そういう曲がいっぱい作っていけるといいよ、今後もね。どうやって作っていこうか、ね、誰が何をしようか、どういう役割分担でね。なんかバンドだからね、せっかく役割が。ちょっとイメージとかありますか、今の時点で。明るいのは確定だよね。明るいの、明るいのがいいの、暗い方がいい。え、エモーショナルな感じかなと思って。エモーショナル、エモい。エモーショナル、エモい。なんか初めて聞いたな。難しい。勢い、うちもちょっとやってみたいなっていうの前から思ってて、うちもいいじゃないですか。ライブ映えというか、ライブなんか今の曲って結構ノリこんな感じではなく、まあ言っちゃえばこういうノリ方になりつつあるから、なんかうわーみたいな。あ、そっちのあの熱ずかずか。でも気持ちがすごい伝わってる、うん、で乗りやすい、曲、勢いがあって、うん、みんなが乗りやすい曲、エモーショナル、けどエモーショナル、ちょっと入れる、そうですね、そういう雰囲気を目指しながら、もし途中で全然違うのやりたくなっちゃったら、それはそれで、うんうんうん、まずそこを目指していきましょうか。はい、今で作りましょう。すっごい楽しみ、はい、何が出てくるの、ね、あの全然1曲じゃなくても、あの思いついたものがたくさん
あったら私もつけたいメロディーとかあれば、うん、それも聞かせてもらって、はいはい、不安な点はございますか？不安な点、うん、ないでも多分ない、うん、おちょっと楽しみが勝手に、楽しみ勝手にめっちゃよくやってる、いいメンバー揃ってるから ね楽しみにしておりますので、うん、頑張ります。はい、どうぞよろしくお願いします。すっごい可愛かった。フレッシュだね、うん、だってさ、普段喋ることないでしょ、学生さんというか高校生、うん、高校1年生ですよ。ないね。ね、うん、私たちの曲、小学生の時に聴いてましたもん。本当に衝撃だったよね。びっくりしましたね、うん、まあ、でも本当こうやって活動してきてそんなこと言ってもらえる日が来るなんてと思ってすごく嬉しかったし、うん、もちろん学生さんと作るの初めてなので、うん、ふさいでこんなんじゃダメだみたいにならないように楽しく作れたらいいなって、引き出せたらいいなと思っております、うん。音楽を作って表現できるなんてやっぱ素晴らしいことですから、そもそも、うん、それをなんか後押しというか力添えできるんだとしたらすごく幸せなことなので、できることがあれば何でも協力できたらなと思っております。コアラモードさんと貴重な体験をさせていただくっていうので、まあ、人柄がまず良くて優しくて頼もしい、もう本当に心強くて、まあ、これから曲を作っていく上でいろいろあると思うんですけど、まあ、一緒に支えてもらっていい曲が作れたらなと思ってます。